しんのよ、雨だ。設営完了しました。今日はですね、ポップアップテントに雨降りなんでタープかぶせてます。こちらの日本酒なんですけど、せっちゃんさんから送っていただきました。愛媛の日本酒でございます。緑、おお、なんて読むんだ、せっちゃん、読み方わかんねえよ、これすげえ難しい字だ。わあ、美味しそうだな、純米吟醸。やっぱこういういい酒は冷やで飲んだ方が、うん、よし、いただきます。あー、いいよ、あ、おいしい、おいしい、コップある、ありがとうございます。よし、いただきます。せっちゃんさんつったか、うん、せっちゃんさん、また違う味する。全然違うね、うん、何だろう、美味しいです。あ、美味しい、最高最高最高な、うん、いつ頃、いつ頃釣るのだろう、20、早くな、うん、だから俺の家の家計全員釣るの、あー、素晴らしい、たまりやすいんだ、うん、本当にやばい、すずこまま大好きだって、わかるよ、帰ってくるよ、わかるって、わかるよ、わ、うん、かるけど、おにぎりの、うん、あのさ、全国で、うん、杉名具材なんですかって溶けとったのよ、うん、だいたいみんなさ、シャゲなのよ、うん、シャゲ、シャゲ、うん、青森だけさ、色違うんだったよ、それ何も結果書いてねえのさ、うん、あ、すぐわかった、もう筋子だって、うん、だんだん当たるんだねって、私に合わせて今日捧げしてくれてます。ちょっと違う、何よ、ちょっと違うのキャンキャン、何してんの、キャンキャン、キャンキャン、今肉食いながら見てますか、いや、キャンキャン野菜だべ今キャン、だからキャンキャンで肉屋でくしゃべがって、うん、キャンキャンと電話したいもん今、した、いや、したいなって、うん、ドッキリってな、うん、やってみるわ。解決電話する？切らないランマン。今扱いしてまーす。雨が降ってます。いただきます。あ、ちょうどダルカン、ダルカンよりちょっと暑い。あー、すごいいい湯気、いただきます。なんで三月ビール、うん、すんげーうまい、最高。いや、この焚き火で温めるのもさ、最高なんだって。あー、もう最高。あー、エビ、あ、いた、いた、ほんとだ、山が季節外れの、何、雨、え、季節外れじゃないよね、3月だからな、大きい来ちゃったのな、おーおーおー、重いな、なっちゃう。今の時刻もう10時過ぎでます。何やってんでしょうか、私たち。本当だ。何時だって。え、10時過ぎてるでしょ。だめ。もういらない、寝だ。うん、寝るか。ゆっくり寝だ。
おはようございます。寝坊しました。頭が痛い。飲み過ぎちゃいました。コロ近いよ。今7時です。だいぶ今結露してるね。結露はあるみたい。結露はあるけど雨漏りはしてない。あの気温がすごい 3.1 度もあります。もう春ですね。飲みすぎか？あ？飲みすぎか？飲みすぎ。これ水割りだから持ってるんだけどさ、お湯とお湯とかも一番いい感じなんだけど。テント変だからじゃないの？いや。ちょっとのスモールで。もうあれなんだべ、膀胱がよ。だって普通に言ったらなんともないんだよ。あ、そう。なんだよね、飲みすぎじゃん。それしか言いようがないわ。あ、そう、でもなんか霧、山だからねな。うん。お、すごい、汚れが。やんだっけ。初めて食ったんだったこの間。ん、 あれ何初めてだったの。うん、初めてや。まずいよ。まずや、うん、そまずや。でもキャンプ場で飛ばなくていいってのがさ、うん、いいでばね。よいいでばね。だっていつもトイレかけるの。うん、トイレで。なんかさ、一回海の水でトイレなかった。海の水って言ってんだ。あれ前ねず海の水でトイレ、うん、スッてやったよ。うん、うん、ちゃんとしたまあ水で平らはんで何も味しなかった。なんかね、うん、なんだろう、何ぼうし味って言って、まあおいしいっちゃおいしい、うん、なんかさ、え、米ってヒュッと水入れた時一番最初のやつ吸うって言うじゃん。へえ。そうだからこの人海水さつけてやろうと思って。私も米炊こう。なんかもしれないけど、3つの米無洗米だもん。クソまくねえの、ほんに。何の米洗米それ。怖い、低いやつよ。つや姫いいやつじゃん。うん、つや姫でいいのか。私も無洗米だよ、今日持ってきたの。食べまずいと思う。なんだろう。わあ、そこからしゃぶしゃぶやっか。あったよ。いいよ、いいよ、いいよ。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 うん。これ、コシヒカリの無洗米。食べるぞ、まずい。久しぶりに米食べが。何だこれ。コーヒー全然、あ、でも前回はさ、米食ったな。すげえまずかったな、あれ。うん、千枚ね。しかも風揚げで何ヶ月も経ってて、うん、ずっと米食ってなくて、まずいな。これも食べないと。なんだかどういう状況やい。
ここにいなさい。これかな。いつもだか多いよな。いつもだかというか。うん。これ 0.7 ぐらいかな。これでか。0.5 がすごいし。うん。見た。絶対この米まずい。もう色でわかる。普段何食べてんの？いや、あの、な、あ、それって米よ。米は普通に、俺の親方も。ああ、親方。うん、親方のな、あなんちゃんな。品種あるでばな、うん、品種よ。品種何作ってんのよな。いや、普通に津軽乙女だ。津軽ロマンのこと。あ、津軽ロマンいいよ。津軽ロマン。津軽ロマンが、うん、三だ、うん、三だね。四番目で佐賀米と、うん、もう一つなんだけど佐賀米と、うん、自分たちの米何作っちゃうの？その佐賀米がさ、すげえ量作っちゃうんだ。佐賀米ってお酒さ使うお米？そうそうそう。提携しんずよ。へえ。作ってきてな。うんうん。で毎年むとろ足さんと。やっぱり忙しいでな、うん、稲刈りの時忙しい。稲刈りってナスの、うん、あれ一番うまいんだよね。ナイロンかけです。あー、これだけ小顔人食べていいんだ。なんだかおばさん喋ったらナイロンって言ったら、そう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 いらねえけど私は。なんとかし寝たからいいよ。でもさ、夜中一回目覚めて、うん、寝袋に入ってないんだって、うん、あ、やっぱりってどうやって寝てたんだろうと思って。寒くて寒くて一回ストーブつけて消して、来週は飲まない、早く寝る。お前寝れそう、うん、早く寝る。かけ方よく聞いてみて。なんだこれ、ね、ひどすだな。うん、本当に雑なんだ。私どうしてもね、モーニングコーヒー、モーニングコーヒー3回しましょう。かけるかけるかけるさんだ。いいんでね。いいや、値段でしょっか。お肉食べます。何食べんの朝？海鮮丼。あ、そっか。あれ
くらある、ね、あとで明日もかついくじゃん、うん、昼間一石か肉なんだよ、うんうん、私もだけどね、うんうん、もずはみだ、うん、これで昼食ったら夜食えないよ、うん、で夜は下げのつまみてるわけでいいや、キャンプの時は年も食うから、うん、うん、うまい、でも牛天豚はうまいね。今日も石油ストーブの上でご飯炊いてます。シャープシャープ。醤油。結局ご飯食べないんで直火でいきます。ご飯をしゃぶしゃぶで食べれないのでこれも食べます。あー垂れちゃった、あやっぱこれ穴開いて、あすごい焚き火台損しようなちょっと3つ通れなきゃいいけど、どうしよう、こんな耐えちゃった、あこんなに耐えちゃった、ちっちゃいね、豚しゃぶを乗せて溢れてしまいました。いただきます。やばいこれ、どうしよう、どうやって食べよう、ああ結局2歳いくっていうの、帰りは藤里町農村環境改善センターのお風呂に入って帰ります。